一ヶ月前、蝦夷踊山を後にした喜作氏咎めとヤスリ七川。今度こそ尾張に戻るつもりだったのですが、陸奥の司令座に祀られていた悪党が何者かに奪われたとの知らせを聞き、急遽その下手人の足取りを追うこととなりました。なぜそなたがここにいる？言わず。誰？尾張のお姫様の懐刀、ソーダエモン左衛門殿だ。ひどい変わり者だ。うなずかず、あなたに言われたくはない。あの不愉快な女に言われて私たちの動向を探っているのであろう。外れず。まあその通りだがな。しかしこたびの私はただの連絡係だ。下手人の潜伏先を教えよう。そうだ、その司令山から刀を奪った奴はどこに隠れておるのだ。隠れず。ふてぶてしくもその下手人は剣士の聖地清涼院御剣寺に居座っておる。いな、清涼院御剣寺を乗っ取ったというべきか。一級災害指定地域司令山を壊滅に追い込み、今剣士の聖地たる清涼院御剣寺を制圧している悪党ビタの所有者の名はヤスリ七海。